世界の船旅は BS 朝日で2008年4月6日から放送されている気候番組である。世界各国のクルーズ客船ツアーに同行し、グルメ、エンターテインメントをはじめとしたクルーズライフを航路、気候地の名所、歴史、文化、アクティビティ、エクスカーションなどと共に紹介する。毎回1話完結でクルーズ客船一席につき、 出港から帰港までの一連のクルーズ工程を航路上の寄港地を踏まえて紹介していく構成が中心となっている。放送開始当初は30分番組であったが2009年4月より60分番組となった。また番組で紹介するクルーズ客船は海外のものがほとんどであるがアスカーや日本岸など日本の客船も放送されることもある。航路、帰港地は 全編、海外の海域、地域で構成されている。スポンサーはセコム。TV におけるクルーズ気候番組の草分け的な存在となっている。番組開始当初は、毎月1本が新作で、残りが再放送であったが、2011年より1月、あたりの新作本数が2本となった。第1回から第11回までが30分番組。 第12回以降が54分番組となっている。2010年から DVD ボックス化され、10巻までが発売されている。ありがとうございます。